はい、こんにちは。今日はですね、iPad でレタリングをするやり方を紹介していきます。Procreate を使って、レタリングをうまく書くコツと、あと Procreate の便利な技を紹介していきます。はい、ではまずスクリーンサイズからキャンバスを開いていきます。で、レイヤーを1個追加してもらって、次にブラシを選んでいきます。で、カリグラフィーっていうフォルダの中にあるスクリプトっていうブラシがおすすめですね。こちらを選んでください。まあ、ちょっと今回私は自分で作ったブラシを使うんですけども、ほとんど変わりないので、スクリプトっていうブラシ選んでください。で、今ざっくり書いてみたんですけども、まあ、普通にこうやって書いてもらってもいいんですけど、ちょっと便利な技として、左上メニューバーからキャンバス設定選んでもらうと、ここに描画ガイドっていう、選択項目があるので、これをオンにしてください。で、オンにするとどうなるかっていうと、キャンバスの中に、グリッドが表示されます。で、このグリッドに沿って書くとかなり綺麗に書けますね。で、設定っていうのができて、描画ガイドの設定ですね。描画ガイドを編集っていう項目を選んでもらうと、こんな風にですね、まあ、グリッドの幅だったり大きさ、あと不透明度、あとグリッドのカラーとかも選べます。この辺の設定はお好みで変えていただければいいかなと思います。で、OK していただいて、完了ですね、押していただくと戻ります。で、このグリッドがある状態で実際にちょっと書いていきますね。まあ、グリッド表示して書くと、文字のベースラインっていうのを意識しながら書けるので、まあ、書いてるうちに文字が斜めになっていくとかはないので、すごく綺麗に書けますね。で、今回ちょっと大きく書きすぎてしまったので、選択ツール矢印のボタンを押してもらうとサイズ調整ができます。で、例えばなんですけど、このアミティの i の点ですね、ここだけのサイズを変えたい場合は、左上の選択ツールっていうのを押してもらって、選択できたらその右側にある移動ツールかな、これを押してもらって、自由に位置とかサイズの変更ができます。で、長押ししてドラッグというか、長押しして動かしてもらうと、文字の位置、ポジションを変えることができます。で、レタリングをする時のブラシの設定についてちょっと話していきます。で、ブラシの設定でストロークの項目にストリームラインっていう機能があるんですね。で、ストリームラインっていうのが手ブレ補正の機能になります。ストリームライン0で書くとこういった感じになります。書いた時の、反応はすごくいいんですけど、その分ちょっとガタガタになってしまうんですね。で、これをストリームライン最大にして書くと、こんな感じで、とても滑らかに書けます。ちょっと遅延があるんですけど、まあ、これは慣れてもらえれば全然大丈夫ですし、ストリームライン最大で書いた方が完成度は上がります。で、次ジェスチャーなんですけど、戻る操作をしたいとき、左下にもボタンはあるんですけど、これを2本指でタップしてもらうと、戻るの操作になります。で、逆に3本指だと進む操作になります。で、2本指で、長押ししてもらうと一気に最初まで戻ります。で、逆に3本指だと、一気に進む、最初の方まで進みます。一番新しい状態になります。で、次色を塗りたい時ですね。この、レタリングに色をつけたい時の Tips になります。レイヤーを1個追加してもらって、このレイヤーに色を塗っていきます。で、お好みのカラーをですね、選択してもらって、もうダイレクトにどん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 この上にですね、色を重ねていきます。
で、色が濡れたら、レイヤー、この色のレイヤーを選択してもらって、タップしてください。でタップするとマスクをクリップっていうところがあるので、これを選択すると、この色がですね、下のレイヤー、レタリングした部分だけに反映するようになってます。まあ、Photoshop をよく使う人だとクリッピングマスクっていう機能が親しみがあるかなと思うんですけど、それと同じ機能になりますね。で、これを応用すると写真とかもですね、レタリングに反映することができます。で、写真を配置していきます。左上にですね、追加っていうところから写真を挿入っていう部分があります。で、ここからお好みの写真を配置することもできるんですけど、私はいつもですね、このやり方じゃなくって、スプリットビューですね、 iPad に搭載してあるあの機能の中にスプリットビューっていうのがあると思うんですけど、このように、写真のアプリケーションを右に出して、でドラッグ&ドロップすれば写真が簡単に配置できます。で、写真を配置したらその写真をタップしてマスクをクリップですね、すると写真がこのようにレタリングに、クリップがかかるという感じになりますね。で、その写真のレイヤーは大きくしたり小さくしたりもできるんで、後から位置とかも調節できます。で、例えばこれ背景黒にしたりとか、画像の色を変えたいとき、ここ調整レイヤーの色相差異の明るさからこんな風にバーを動かしてもらったら画像の色が変わるので、後から色味変えたいとか、もう少し見やすくしたいっていうときはここから変えてください。で、こんな感じで完成になります。まあ、写真とかいろいろ変えてですね、レタリングのデザインを楽しんでもらえればなと思います。はい、では今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。